お疲れ様でございます。今回ね、こちら Steam で売ってるね、この 3D10PC、 これね、どういうもんかっていうと、このファミコンのソフトを 3D 化するエミュレーターですね。これ価格が1399円、今回使っていきたいなというふうに思います。推奨スペックだけ見ときましょうか。 Windows 7、8、10、 Core2 Duo 以上、 4GB RAM、 Intel、 グラフィック645以上、 DirectX がバージョン11、 400MB 以上の空き容量が推奨されてますと。まあ、そんなにスペックはいらないですかね。ちょっと待ってください。これ水出し器って今8000円もするんですか？ウプ主はね、2200円ぐらいで買ったんですけど、めっちゃ高ないですか？そう思うと。これ違法性があるんかな？これやばいな。やばい。画面映さんとこか。ウプ主はね、3月ウサギ、三日月ウサギって読むかわからないですけど、そこで2200円ぐらいで水出し器買ったんですよ。それが今8000円ですよ。違法性があるんかもしれないんでね、右下にずっと映してましたけど、材木を入れましょうか。冒頭から映してましたけど、材木を入れますね。ロムイメージを吸い出してね、それを販売するのは違法やと思ってるんですけど、ソフト自身を自分で持ってってそれを楽しむのは違法じゃないと思ってるんですけど、これどうなんですか今。怪しいな。一応材木で隠しましたけど、やめとこうかな。これ吸い出し方法はね、動画概要欄の方に記載しておきますのでね、そちらの方で調べてください。これあかんのか今。個人で楽しむ場合やったらセーフやと思ってるんですけど、これ今後規制が厳しくなってね、あかんようになったらそれは飽きませんよね。あかんようになったらあかんって。今後規制が厳しくなってね、ロムの吸い出し自体があかんことになる可能性とかね、なきにしもあらずなんでね、これはちょっとやめときましょうか。吸い出し方法は違う方の動画を参考にちょっとやってみてください。プヌシがやるのは、このエミュレーターでゲームを遊んで、今日はね、高橋名人の冒険島、これやっていきましょうか。だってこれ対応ソフトなんですけどね、全対応してるわけじゃないです。ここにね、1から7まであって、斜め？こんだけのソフトが全部対応してるっていうことですね。で、プヌシはね、高橋名人の冒険島、ちょっと遊んでいきたいですね。この左上から2番目、1ページ目のこれですね、アドベンチャーアイスランド、これが高橋名人の冒険島の海外名みたいですね。ソフトを読んでいくと、ちょっとうるさい、音量下げましょうか。セッティング50、いや、うるさい。これコントローラーつなげましょうか。あれ、待って、やばい、キーボードの操作でこんなん出来ようかいな。あれ、これ視点どうやって切り替えるんですか？ちょっと待って、習ってない。はい、やっていきましょうか。高橋名人の冒険島、3期しかないんですよね、これ。わ、懐かしい。これ視点変える。あ、そうですね。あ、奥行きが、あ、おかしいことになってる、おかしい。この層が、奥行き、向こう側に木があったんですね。立体になってる。あ、ちょっと待って、ライフ減っていくわ。早く進まんとあかんやろ。待って、これタイム押したらいいんちゃう？タイム押して、待って、高橋名人めちゃ薄っぺらいことなってるやん。これは立体になってるんかって言われるとね、怪しいところ。木材、木とかやったら、ちゃんとこの 3D 化されてるじゃないですか。ちょっと葉っぱのところは怪しいんですけど、高橋名人と、こっちのバナナ？これは立体。実際になってるかって言われるとね、奥行きがちょっとペライですよね。どういうこと2センチぐらいになった。高橋名人2センチ、取っていって、おった、卵がある。卵は 3D 化されてるな。それは綺麗や。で、これもう一回進んで、ちょっとライフなくなってきたで。あ、これ上視点とかでな、こうやって見ると、あれ、ジャンプ力低ない？あ、なんか久しぶりにやってると、ちょっと待って、ライフ、もうすぐ死ぬわ。待って、リンゴと待って、死ぬで。ちょっとライフ、死んだわ。
ゆっくりやってたら死んだわ。これ3機しかないんですよ。こんなもんどうやってクリアできる？昔のゲームって全体的に難しいですよね。これ急いでいかんと。あ、待って。あ、ひよこみたいになってた、ひよこ。これね、炎じゃなくてひよこって呼んでたんですよ。で、この辺確かね、ボーナスステージみたいなのあるやろ。なんか後ろ向いて、このひよこ打ち続けたら、ボーナスステージ違いました。この辺。この辺ね、確か。あ、ここか。あ、ここ。来た。ボーナスステージみたいなやつ。待って、これ、視点変えたら、この視点でいきます。なんか別のゲームみたいやな。あ、待って。そうか。右押したら前行くから、ややこしいことになってる。ちょっと待って。右押したら前進むって。これやりにくいよ。やっぱ横視点で、よし、これで行こう。待って、これダッシュしていかんとあかん。届かんやで。あ、おい、いきなり落ちた。いきなり落ちたよ。一歩目落ちたよ。じゃあ、ボーナスステージ行った意味がないやん。あれ？届かん。ちょ、待って、これ B ダッシュとかなかったか？久しぶりにやるから忘れてるわ。これで、待って、これ。いけた。あれ？なんでカタツムリ置いてたん？待って、これ、壺5000点やったような気がするな。あ、卵あっこあったか。忘れたな。確かにもうすぐゴールやった。これゴール前にここに卵ありませんでした？あったな。8や。8取った。あれポイントでしたっけ？ポイント加算やったかな？ちょっと忘れた。で、この壺も確かポイント加算じゃなかったんですかね。なんとか2、一気残しでいけた？ちょっと待って、これ、ここ取る？待って、このスケボーこんなとこで取ったらね、絶対落ちますよね。危ない。安全運転で行かなあかん。スケボーは邪魔やわ。よし、うまい。なんか、久しぶりにやってるけど、コツつかんできたな。これわざとタコ当たりましょうか。スケボーが邪魔やで。よし。これで、慎重に。ああ。タイミングミスったな。あ、3機ってもう、1の2までしか進めんかったか。1の3まで行くとね、ナスビとか出てくるんですよ。はい、今回以上で終わりましょうか。高橋名人やっていったんですけど、スーパーマリオとボンバーマン、バルーンファイトとかドラクエにも対応してるみたいですね。次回はドラクエとかやっていきましょうか。ドラゴンクエスト3です。最後までご視聴いただきありがとうございました。変則的な動きをする。あ、どこ行く？